この観察会は鳥取県立博物館と大山自然歴史館が開いたもので、およそ20人が参加しました。でちょっと触ったらほらすぐこんな風に青くなるでしょ、正変性があるっていう。参加者はグループに分かれて専門家の説明を受けながら次々とキノコを採取していきました。詳しい先生と教えてもらってあると全然違うなと思って、楽しかったです。似た種類は見たことがあったんですけど、カラカサタケは初めてだったのですごく嬉しいです。この日は1時間半ほどの散策でおよそ80種類のキノコが採れたということです。